さ、手当たり次第に見ていこうか。あっちにいるね。よいしょ。オッケー、アクロバティックに決めろ。これだけかよと思ったけど、すげえくれる、すげえくれる、すげえくれる。ここも一応見てみよう。なんかちょっと高いところとかね。パックンがいるぞい。よし、ギリギリだぜ。これ上にもなんかあるんじゃね。ないわ。よし、ここも何もない。だがあっちには何かあるようだね。この先の道は危ない。よし、ほう、これだけか。まあでもライフが増えるのはありがたい。何かあるじゃん。でもこっから先上にはこっちから行けるんじゃない、普通に。よしと思ったけど、取ろうぜ。よしよし、ここまで来てはいますが、意外とシンプルなマップですよね、ここ。ん？弾くと飛べるの、それは知ってるんだがな、どこに行こうとしてるのかがわからない以上、今は飛びたくねえんだ。お、あっちにはコインがありますね。こいつは信じてよかったぜ。よし、トゲゾウくんが結構厄介な敵になってんな。これはなるほど、熱いのとそうでもないのかな。ほら、よし、一応下とかも全部見て。怖いぞこれ。勝ってえなんてやつだ。くそ、こんなの食ったら歯がやられちまうぜ。これ壁蹴っていけるかな。ギリギリいけそうだと思うんですよ。 OK、 いった。気をつけてね、せっかくここまで来たんだ。おお、どうやっていく。一瞬こっちに向く瞬間があるのか。その瞬間を壁蹴っていけばいけるか。かなりきついなこれ。というか落ちたぞ、落ちちゃったぞ、落ちちゃった。よし、今度はこっちで挑戦しよう。普通に登れるじゃんと思ったけど、これ普通なのか。こっちのルートで合ってんのかね。向こうにも何か道があったみたいだが、もしかして私ショートカットしただけか。これショートカット上等だぜ。よし、自由に登っていいんだったら自分のルートで行かせてもらうぞ。OK、 よし、山頂ルート。こっからはこっちも何かあるね。まあ一回、ゴールはしてるので遠慮なく取れるよね。ごめんな、マリオくん、ごめんな。でもこれからもよろしく頼むぜ。こういうこともっとやっていくからな。よし、行こう。特に何もなしか。あそこになんかあるな。よし、行こう。何気にこれでようやくバブルになれたんだよね。キノピオ隊長、お前調理される寸前じゃねえか。よう、どうも。暑くてフラフラしてたらここにいました。私はどうやって来たのでしょう。パーム持ってました。はい、マリオ君微動だにせず。さあ、長かった料理の島も終わりですね、おそらく。行こうか。あっしゃー、決戦の時だぜ。おー、いい感じに煮込まれてんじゃない。よう、どうしてくれようかね。ほら、ケツから行くぜ。
うわくっせえ、なんてもの混ぜやがるこいつ。せっかくの俺の自慢の料理を。これいけるぜ多分。痛えが覚悟してもらう。やばいよ。これコインもあるけど多分回復アイテムどっかにあるぜ。全部砕け。いって、ひどいことするよ。いって、やるなこいつ。回復アイテムも ないみたいですね。ってなったら正確に当てていかなきゃいけない。トゲにご注意を。ちょっと待って、そんな、いきなり傷を。マリオさん余裕だね。ハンデか。もうお前の技は見切ったと。でもちょっと怖いから体力は2にしておこうという。1にはしない系なんですね。さあ再戦といこうか。気をつけて。結構早いぜ。ほら、さあ、おえーとな。よし行こう。オッケー、まず一発。あの吐いてきてるあれを踏めば回復できるかな。お、あったあったあった。うめえ、命の源だぜ。失礼。よし、これずっと残んのか。これ結構きついぞこれ。おお、バウンドするのかよ。このままいく。あー落ちちまった。オッケー、あと一発。今のうちに回復するんじゃよ。探せ探せ。あった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 。こんにちは。あれ当たってね。こんにちは。あの、構ってください。すいません。くそ。急いでいくぜ。先回りだ。結構早いな。お？当たんねえか今ので。影を見てやってるつもりなんですが、あ、勝手に吐いたわ。なんて面倒い。これ一体何なんだろうな。まあゲロのそれなんだと思うんだけど。とんでもねえもん。くそ、くしゃみとかでもご法度だってのによ。鍋に変なもの混ぜやがって。くそ、落ちちまった。慎重すぎるか。敵の攻撃がね意外と降ってこないんだよねこれ。ビビってたらけど。オッケー。うん、上からなんか転がってくるかなということを恐れて右に左に動きながらやってたけど。あいつ爆発したぞ。なんだこの支柱。怖いね怖いね怖いね。お前も具材なんだよ今は。早く出ようぜ。もう異物が混入しすぎたこの支柱は。ダメだぜ。私の頭痛が改善するどころか、なんかより悩みの種を抱えて料理の国を後にすることになりそうだね。ちなみにもうすでに料理の国のムーンは必要分集まっていますので、その気になればすぐに次に行けるぞ。クッパの妨害が一回ありそうだが。さ、アミーボージさんもいるね。あと2つか。お、一つだ。クライマックスだぜ。さあクッパ前のおそらく最後のワールド捉えたぞ。クッパの国まで。え、クッパのってまさか。さあいよいよクッパの国に参りましょうか。エンディングが近そうな気がしますね。というかおそらく今回の動画で見ることになるのではないでしょうか。殴り込みじゃあ。なんかあの風の噂でムーンが999個あるって聞いたんですけど、事実だとすれば
やばいっすね。動画的にはこれパートいくつまでやるんだ。どっちかというとこれはなんだろうね、まったりやる感じのゲームなんでしょうね。それはそれでやることが多いのは嬉しいことですが、スペシャル技、何それ。ジャンプして帽子を投げ ZLY の順に押し続けると、何それ。うん、そういえば2戦目か。まだが、なんか最後じゃないっけ。何これ。え、おお、やるやん。突然そんなの持ち出しやがって、世界観を守れよな。ZLY だっけ。また落とされんのかよ、クッパの前によ。いて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 。その程度で住んでるオデッセイ号もなかなかすげえがな。落とされちゃったー。やべえな。なんかすごいまがまがしくなってる。欲張りセット状態だね。そういえばウサギちゃんたちは近くにいないのか。どうやらクッパの国はお預けですね。奪われし国滅び屋。コウモリか。また壊されたよ。3つでいいの。おう、不気味な。それだけ光ってた気がしたがね。まあとりあえずバレバレすぎるか。ちょ待って、下なんかあるね。下から行こうぜ。ひねくれ者だからね。なんもないな。あのよくわかんないコンテナだけですね。あれ、クリア後に解放されてマップがものすごい広がるとか、あの中に大量のムーンが入ってて、開けた瞬間ムーンが飛び散ってもう一回頑張って現象が発生したりしねえだろうかね。上すげえ。どこどこどこ、ボスか。やべえぞこれ。さっきの竜戦うんじゃね。うわー、マジかよ。どうやらお前を倒さないとこの先には進めないらしいな。今までで一番強そうだね。怖いぞ。だが大したことはないな。まだ攻撃のチャンスは生まれねえ。というかこの輪っかをキャプチャーすべきか。違うな。来てる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 。いけるか。お、これを抜けってことか。よし、こいつもクッパーに操られてんじゃね。あばよ、聞いた。よし、おお、もう一回新しく刺さってら。クッパーさんも必死だね。まあこんなやつが、てかクッパーより強そうなんだけど。普通にさ、消せないか。さっきは3ウェイでしたが今は5方向になってね。消せない、気をつけましょう。来るよ。さっきと模様、おっとっと、しびれちまうぜ。もうちょっとゆっくりでもよかったね。それで最後は5本か。うい、2発目、あと1発かな。このボスにしてはなんか3発で終わりっていうのはいかがなものかと思うが、よいしょ、回復しておこうか。おお、ド派手な攻撃になるもんだ。ほんの少しだけ追尾するみたいですね。1回だけか。これさえ避ければ。むちゃくちゃだ。気をつけろ。 OK。 気をつけて。あ、当たってない。気をつけて。あー、間に合わんか。一応ヒッペガシはしたんだがな。次ヒップドロップすればいいか。あのホーミング投げでしたっけ、連続で狙っていくやつ。あれじゃないと厳しいんでしょうね。ギリギリ足りないというか。回復しよう。死ぬぞ。あぶね。気をつけて。小ジャンプで。おお、やり直しではないみたいだね。じゃあいただこうか。とどめ。倒しちゃったか。
こいつが味方になってクッパの国まで連れててくれたらいいのにね。さあ、ムーの回収と行きましょうか。この国はこいつに滅ぼされた後クッパに乗っ取られたみたいな感じでしょうか。でもこうしてみるとクッパも強いんだなって。マリオがなんかもともとクッパに対してエチっこいくせにクッパにも勝てるみたいな感じだったけど、そのクッパもこいつに勝てるんだね。まあとりあえずムーン回収したし、これ以外はなさそうだから、今度こそクッパに喧嘩売りに行くぞ。やあ、そういえばあいつ、え、おじさんおる、おじさんおるし、え、なんか黙ってるってことは何かあるってことだぜこれ。もう一回行ってみる。もう一回行ってみようぜ、何か変わってるかもよ。怖いんですけど、すいません、怖い。あー疲れた。それだけ、すまねえな、ちょっと乗せてもらうぜ。帽子かぶってたけど君は操れないのか。ここのどこかにムーンがあったりしねえだろうか。ないね。あった、怪しいけどあれは回復用かな。滑る、え、滑る滑る滑る、わー。でもここのどこかにあるみたいだね。結構かわいいやつだぜあいつ。話を聞きたいところだがね。こういう時はじゃあキノコにちょっとコインを払って、一体ここのどこに隠しているのか聞いてみようか。ほらよ、くれてやるよ。目と鼻の先なんだが、はい、まあいけんこともない感じはあったよな。さてヒントはおそらくこの下か。確かにあるね。これだけよ、戻り方は考えないでおこうと思ったけど、こうあれか、クリフハンガーで戻れるのか。よしよしよし、よーし戻るぜ。もうないんじゃない、あれ、よし OK、 まだあんの、へえ。まあまた今度でいいよ。私は今クッパと戦いたくて仕方ないんだ。あそこにあったけどこっち側にもあったりするパターンではなかろうか。まあ多少なり変化はあるのかもしれませんが、今はとりあえず次に向かうぞ。今カメラが動いてる、今がチャンスです。なんか行けそうな場所が他にもありそうだよね。建物見えるし。治った。今回はそんなに壊れてないですね、こうしてみると。じゃあ行こうか。